ねえママ、僕のお願い。ねえママ、お願いがあるんだ。今日はなぜかパパがいない。ねえママ、あのさ、こんな日になんでパパいないんだよ。なに？ママ今日は忙しいの。ねえママ、あのさ、ああ、ダメだ、言えない。あら、どうしたの？それより、宿題は終わったの？あ、そうだね、宿題しなきゃね。ああ、言い出せなかった。ねえママ、実はお願いがあるんだ。僕、買い物に行きたい。言っちゃった。どうしたの？何を買いたいの？おもちゃはこないだパパに買ってもらったでしょう。違うよ、そんなんじゃないもん。ママお願い、それ以上聞かないで。じゃあなーに？言ってごらん。じゃないといかない。ママまだ洗濯もしなきゃいけないのよ。うん、ママ、それが終わったら僕買い物に行きたい。宿題ももうすぐ終わるよ。ママの喜ぶ顔が見たいんだ。だから何を買いたいの？言わなきゃいかないって言ってるでしょ。言いたくない、言いたくない、言いたくない、言いたくない。明日は母の日。僕、最初は何にも気にしてなかった。でもね、クラスのみんなもママにいろいろサプライズ企んでるみたい。ママを驚かせたいんだ。パパの肩もみしてもらったお小遣いがだいぶたまったから。だから僕、ママのために買い物ができる。僕も急にアイデアが湧いたんだ。買いたいものができちゃった。でも僕、子供だから一人で買い物に行けない。買い物に行きたいのにどうしたらいいんだろう。ママの喜ぶ顔が見たい。ねえママ、ねえママ。だから何？どうしたの？もっと集中しなきゃ。宿題は終えちゃいなさい。僕は悔しくって涙が出てきた。だって言いたくないんだもん。だけどママにプレゼントしたい。サプライズがしたいんだよ。でもどうしたらいいかわからない。涙が止まらないよ。なんで泣いてるの？泣いてもダメよ、おもちゃは買わないからね。違うよママ、そんなの欲しくない。だったら何が買いたいか教えて。それを言いなさい。もういい、何も買いたくない。僕の涙は止まらなかった。なんで？なーに？何が買いたかったの？教えて。ママの質問は止まらない。僕はついに打ち明けた。僕はママに母の日のプレゼントを買いたかったんだってことを。ママは泣き出した。ママごめんね、そんなつもりじゃなかったんだ。ママを悲しませるつもりじゃなかったんだ。ママごめんね。
ママは僕を痛いほどぎゅーっとした。ずっとずっとぎゅーってしてた。ママありがとう。ママがぎゅーっとしてくれるだけで僕は幸せになれる。ママ結局ママを悲しませちゃった。だから言いたくなかった。だってママだってママだってママごめんね。だってママありがとう。でもねママ僕はもう大きくなったよ。僕を信じてママ。パパが帰ってきた。ママはパパに今日の出来事を話したみたい。笑い声が聞こえる。もう。でも好きだよ。ママ、パパ、おやすみ。